日本神奈川県横浜市青葉区、美しが丘遊歩道ゆりの木通り、クルートサック美しが丘2丁目美しが丘は、神奈川県横浜市青葉区の町名。現行行政地名は、美しが丘1丁目から美しが丘5丁目。住居表示未実施区域。青葉区東部に位置する。全域が、東急によって開発された多摩電園都市となっており、 地域内には1966年に開設された東急田園都市線玉プラーザ駅があり、駅周辺が商業地となっているかは、地域内は主に団地や社宅、マンション、一戸建ての並ぶ住宅街となっている。また、玉田園都市の中心地区に位置づけられ、複合商業施設である玉、プラーザテラスやクルドサック構造の道路が整備されている。 一丁目は多摩プラザ団地でほぼ閉められているが、多摩プラザ団地の外周には一戸建て住宅が広がる。団地の敷地内には木々に覆われた広い遊歩道が設けられており、この遊歩道は東急百貨店多摩プラザ店3階に直結、百貨店と反対方向は途中で道が2本に分かれ、おのおの2丁目、3丁目へ伸びている。2丁目、3丁目には、 車道が途中で遊歩道に変わるクルドサックと呼ばれる道路が多くなっている。遊歩道の手前では自動車が U ターンできるように車道がサークル状になっている。その分遊歩道が多い住宅街となっている。そのためほとんど自動車の走行に注意を払うことなく住宅街から百貨店、さらに多摩プラザ駅まで歩行することが可能である。このような街づくりは アメリカのラドバーンで最初に始められたことから、ラドバーン方式と呼ばれている。一丁目に、東急電園都市線玉プラーザ駅、玉、プラーザテラス、伊東洋河道玉プラーザ店、高段団玉プラーザ団地、リソナ銀行玉プラーザ支店、三菱 UFJ 銀行玉プラーザ支店、三井住友銀行玉プラーザ支店、三井住友新宅銀行玉プラーザ支店。 横浜銀行玉プラーザ支店、2丁目に、私立美しが丘小学校、私立美しが丘東小学校、美しが丘公園、横浜美しが丘郵便局、3丁目に、私立美しが丘中学校、4丁目に、私立元石川小学校、横浜美しが丘4郵便局、5丁目に、私立山内中学校がある。東は、川崎市宮前区木沼、西は、 美しが丘西、元石川町、南は、ざみの、新石川、北は、川崎市三山駅建造、菅を、水沢と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、美しが丘5丁目1番21の地点で42万5千円、平方メートルとなっている。元は、横浜市港北区元石川町の一部であり、 多摩田園都市開発の進展により1969年、1972年の2時に渡って道庁から分離して新設された。新設された町であるが住居表示は実施されていない。この間、1969年に江北区から緑区が分離、新設された際に道区の所属となり、さらに1994年に 港北区と緑区の再編が行われると、遠く行きは新設された青葉区の所属となった。町名は、土地区画整理事業を行う際、地元の要望により選定された随章地名。この地域が、丘陵地帯で、自然環境が美しかったため、宅造後も、美しい町として発展することを願い採用された。 2020年5月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。